中央の後ろの方の方へ先生お願いいたします。この度新しい屋号、店名を従来の東急ハンズよりハンズに改めたいというふうに考えております。加えまして、今まで46年間お客様に慣れ親しんでいただいていたこれまでのロゴについても。 今回新たなロゴを作成することにいたたししましたこのブランドというのはですね手というのがすごく重要な意味を持っていましてでこの時代の変化に合わせてどう再定義していくのかそれとどう表現していくのかというのは非常にあの大きなテーマとしてありました東級という要素が外れましてですがこれまでどおり愛称として親しまれてきたハンズというのは残していこうということになりました。 大きく変わった点としてはやはりこの上の部分ですねこれはあの日本語の漢字の「手」をベースにしていまして1本の糸のような紐のようなこういう表現ですねこれというのはその過去を決して否定するのではなくて過去の価値であったり魅力であったりそういったものをシームレスに未来へとこうつなげていくそういう思いが込められています。